ようこそスバル王国の皆様。ゆっくり霊夢ちゃんです。今回はスバルのイメージってどんなんよ？的なスレミンの反応を紹介。ゆっくりマリサだぜ。出たわね。どうせボロカスに叩かれる未来しか見えない。いつものパターンね。まあまあ、どっちの意見もあったから、両方のレスを紹介していきたいと思う。基本このチャンネルで紹介するスレミンたちは、スバルに対して、ネガティブなものしかないから、どうにもこうにも身構えちゃうのよね。まあ、比率はネガの方が多かったがな。冒頭からその情報はいらんかったわ。てなわけで今回のスレミン反応集は、議論、ナンシー民的にスバルってどんなイメージ？スレミンの反応集、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。今回のスレは2023年1月、新年明けましておめでとうの時の反応。内容的には全然めでたくなさそう。スレのタイトルとしては、ナンシー民的にスバルってどんなイメージ？車買い替えようか迷ってるにゃが。こんな感じで、レスがスタートしていくことに。まあどんなイメージをスバルに持っているのか一般の人の意見を聞けるいい機会？そもそも、ナンシー民が一般の人かどうかは甚だ疑問ではあるがな。それでは反応を見ていこう。ウィス。まずはポジティブなイメージを持ってる反応を紹介する。車買い替えようか迷ってるにゃが。真面目くん、インプとかかっこいいやん。 S4 ってやつ欲しいけど高すぎるし G4 で我慢してーか。鉄道での運転の安定感すごい。賛同、鉄道では最強。デザインはいいのが多い。安全そう。やっぱ XV が一番好きやわ。レガシーホントしこ、復活してほしい。いろいろ乗ったけどスバルの重いハンドリングと敏感ブレーキが一番いいわ。鉄道はスバルやな。スバルのデザインは好き。レボールはかっこいいな。あれどういう分類になるかわからんけどステーションワゴン。インプレッサは男のロマン。スバルだけ納期早かったから去年フォレスター買ったわ。スバル今でも納期早いよな。燃費悪い言うけどトヨタのハイブリッドが頭おかしいだけで、意外と他車と大差ないんやで。運転好きでレボール買ったはずなのに、高速道路はほぼアイサイト任せになってもうたわ。自動運転やろあんなん。 B4 からアウトバックと乗ってるけど AWD は最強や。燃費エグいが、アイサイトの性能だけは羨ましい。レボールいいぞ。燃費とディーラーの接遇は悪いが。ディーラーなんであんなゴミなん。最近スバルよく見るようになったな。特にインプレッサとか。次の車スバル考えてるにゃが、雪道そんな強いんか。安定性はいいで、北陸行ったらスバルだらけや。 4WD 自体まともに作れてる会社が少ない。日産とスバルくらいか。スバル王国民も同意の意見ばかりではないだろうか。私も概ねそう思う意見ばかりであった。次の意見は、良いところもあるけど悪いところもあるよねって話のレス。スバリストマナー良さそうだけどスピード速そう。2025年か2026年後のトヨタのストロングハイブリッド乗るらしいから、買い替えできずにいる。今更そんなの買うぐらいなら最後のガソリン車楽しんだ方がええやろ。キビキビ走って安定感あるけど面白みがないイメージかな。デザインはしこ、性能はうん。むしろ性能こそやろ。今の人が言う性能って燃費やから。あ、そっか。内装もやった。走りとかは理解されないんちゃうか。内装も性能に分けられてるやったらトヨタの一般人からの評価がボロクソになってるはずやから、それはちょっと違うくない？性能全振りなんやで。障害者で草。スバル乗るならハイブリッドはやめとけな。クッソキモい挙動するから。XV とかハイブリッド一本やけどどうなんやろな。そんなに高くない SUV って今の自動車のトレンドなんかね。どこも出してるよな。サンバー復活してくれ。なんで軽やめちゃったの。直4サンバー最高だったのに。これメンス。四駆、頑丈、安全性能。デザインは現行 XV と現行アウトバック以外はダサい。燃費悪い。日本よりアメリカで人気。レボール乗りたかったけどさすがに小さいからマツダの SUV にした。雪山行くからスバル一択やったわ。そこそこ満足しとる。スバルってアウトドアや家族向けの車やん。若者には不人気なのかな。馴染みないんやない。普通の親は大手を勧めるやろうし。フォレスターとか優等生。真面目で使いやすい SUV やで。デザインの話は人の感性だからね。しょうがないね。さあ、ここからはお待ちかね。ネガティブな話や同じ話題でレスが続いた内容だ。心臓が弱い人はここでブラウザバック推奨だぜ。スバルって手出してる？出してるけどやっぱスバルは普通車やろ。今はダイハツの OEM。自社製はなくなった。サンバーとかええで。なんかがっしりしてんな。オタク好きそう。市販車ちょっとダサいんよな。レース車両のオーバフェンはかっこよいのに。水平対向エンジンが重くて燃費が悪いのにターボが売りというか NA がゴミなイメージやけど、そろそろ考え改めた方がええ？改めようにも今更新規エンジンなんか作れん。給油口が右側にあるのはなんでなんや？国際基準に合わせてる。日本車だけやろ左に給油口あるアホ。日本車の運転席は右側なのに反対方向に給油口あるの謎すぎるわ。マツダとスバルはキモータ専用。
マツダは乗客向けアンネミ。かっこいいからこれにしようの精神。こういう変に情をあぶってるやつほどマツダ叩くイメージやわ。それで選ぶとなんかあかんのけ。 Y9 レボーグ乗り、高みの見物、燃費がうんこないがい完璧な車や。 2.0 リッター乗ってるけど、マジで何も言うことがないわ。もう9年経つけど、こういうのでいいんだよって車でないから乗り潰すわ。WRX はなんか韓国車より性能劣るって聞いてがっかりしたわ。ジョン向け YouTube 間に受けててくさ。ジョン向けやないし、そもそも韓国ってラリーで2位なんやで。いつの時代で韓国車語ってんの。すでに負けそうやぞ。スバルならアウトバックか XV がええやで。チナアウトバック乗り。馬力がね、燃費がうんこなのと、ドリンクホルダーが少し足りないくらいで、他は不満がないで。今までホンダ、トヨタと乗ってきたけど一番好きかもしれん。レボーグはいいぞ。マジかー。今まで BMW ベンツと来て次アウトバックにするから悩んでるけど満足できるやろか。 Y 新型アウトバック乗ってるんやが、走りの質感は欧州車並みと言っても差し支えないくらいにはええで。ナビがいまいちやけどトヨタも同じナビやから諦めてる。今のラリーってほんまは今週やばいよな。ハッチバックな時点であれなのに。勝ってもアピールにならんからな。飛ばしてそうな見た目の割に飛ばしてるのはそんなに見ない。そもそもスバルをそんなに見ないからやけど。雪国やとめちゃくちゃ見るわ。スバル乗ったことあるけど、ハンドル重くね。 W そうでもない。軽乗りってそう。 CM が変。スバルと成長新聞の CM は良くも悪くも印象に残る。安心安全しか取り柄がないんやろなって思っちゃうよな。マツダの CM はいい意味で印象に残るけど、ハイブリッド車なのに燃費悪い。時代遅れ。そもそもハイブリッドやないからな。レックスとか買うやつおるんか。おるならとっくにロッキーかライズ買っとるやろ。ロッキーに至っては顔も同じやし。ライズは中身が一緒やんけ。4つ目とかのセカンドカー用なのはちょっと考えりゃわかるやろ。レックスはあれトヨタのライズと一緒でダイハツロッキーやから注意やで。まあわかりきってるやろうけど。あとロッキー自体そんな悪い車でもない。世の中の大半がトヨタの車として認識してる悲しい車。ヤンクハイブリッドならそこそこ売れそうなのに、肉しかないんじゃ売れないだろうな。納期でマウントとか初めて見たわ。どんだけ自分のこと車に自信ないんだよ。納期マウントは草生える。そりゃマツダもスバルも売れてないからすぐ納車できるわ。旧世代の車しかないからな。一生待ってそう。スバルに固執してる人ってトヨタを叩きがち。悪くない車だとは思うけど重すぎてドン重なんよ。レガシーを運転させてもらったけど軽くてキビキビ走る車が好きな自分には船みたいに思えて良さが伝わらなかった。でも WRX は良かったで。今トヨタ叩いてるんはマツダ信者だけや。スバルはトヨタに頭上がらん。クソ。マイオナ兵にありがちなやつやね。マツダディーラーはクソ。てこれ見よがしに言い張るやつ多いけど、10年以上でこのディーラークソやと思ったことないわ。むしろ1回だけ行ったスバルディーラーで、入店しても誰も対応せず10分くらい経って営業マン来たことの方がよほどクソやと個人的に思った。Y に言わせればスバルよりマツダの方が燃費悪い。あそこはディーゼルだけや。ディーゼルに隠れてガソリンは直4のくせにクソじゃこや。新作の CX-60 は作り込み不足の人柱カーと言われ、熟成されて安定感の出た CX-5 は化石と言われる。どうしたらいいんだ。実際 CX-5 は旧世代やからな。新世代の車がクソすぎてこっちが売れちゃうからマツダとしてはやめるにやめられないジレンマにハマってる。 CX-5 はガソリンもトロいしディーゼルもトロいしアドブルー使ってないからすすたまる。ハンドリングも良くない。乗り心地も悪い。室内も狭い。内装も古臭い。安さしか売りのない車や。ボロクソやなくさ。 Y のインクスポーツリッター9キロなんやけど普通。燃費悪すぎん。普通や。水平対向の燃費や。江東区に住んでるけど、信号を過ぎてレボーグの燃費7リッターぐらいなんだが。 CM がうざい。スバルは反則が昔からずれてる感じがするんよな。売れてる車がいい車なんやろうけど、人と被るのが嫌やからマツダ行ってしまう。難儀な性格や。最近はマツダもぐんぐん増えてる印象。 CX かっこいいわな。マツダは割と被るんちゃうか。 CX-60 ならまだ被らんと思うけども。あと MX-30 とかか。 CX-60 ってめっちゃ待つのかな。お金ないから無理やけどロードスター乗ってみたいわ。姉がスバルに就職するんだけど車スバルじゃないとダメとか、今時そんなのあるんやな。駐車場で区別されるとかなかった。舗装されてるとこか砂利かで。それもあるらしい。まあ肩身狭いやろうし、その会社のやつ乗るのがええやろね。たまにステッカーとかでゴテゴテなのにかけるとスバルだよな。これはわかるな。似合うってことなのかな。競技好きにはステッカーなしは物足りなく見えるで。いつ水平対向エンジンしてるかなって思ってる。もう捨てとるで。エンジン開発は終了や。今後はトヨタの THS と組み合わせてハイブリッドで運命から EV 移行というスケジュールや。でも四駆のせいで THS 乗せるのが厳しい模様。ペラ車が邪魔すぎる。以上、南人民的にスバルってどんなイメージ？だった。
ご視聴本当にありがとうございますだぜ。それにしても、スバルってほんとマツダと比較されること多いわよね。今回もレスでマツダの話が結構出たし、規模が同じような感じだったり、スバル同様ニッチな方面に行ってるからじゃないかな。詳しい人は教えてくれだぜ。もちろん、皆様のスバルってどんなイメージ？ってのもコメントでお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。